でも結構、うわぁ、怖ぁ広がっていきますよね。だから、ちょっと、さすがにやめて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 やめなさい。あんた、ほんま今の怖かったよ。マジで。ちょっと、今のマジで怖かった。危ない、怒られちゃう、みんなに。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。あぁ そんな驚きが、え何が、あぁいやいやいや、マジで。見つけますね。でも、取れるかなぁ、取れるかなぁ。すごいダイヤの名産地ですね。ダイヤの名産地、そうですよ、まさしくその通りですよ。いやいやいや、はい、こんなん入っていやいやいや、これすごいよね。こんなに見つかるんですか。いや、ない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 、絶対ない。あ、言って。ない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 、絶対ない。俺押し出されてさ、俺溶岩にそうういやー、すごいすごい、すくって、早くすくって何もたせてたてめえいやいやいやさてと、 ありがとうございます、ありがとうございます。よしよし、それ OK ですね。ですね、ちょっと周りに整地していきましょうか。掘りましょう、掘りましょう、掘りましょう。 OKOK、 これほんまに、うわー、かっこええわー、何個出るかな、かっこよろしわー、かっこよろ、危ない危ない、佐藤紳士、危ない、危ないあー、あかん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 、石で削ったらダメなんですよ、これ。あの、消滅しちゃうんで、はい、そう、適正の、され、あの、推奨されたやつじゃないと消滅しちゃう。おー、危ない、サトチーシ、危ない、危ない。これ、下掘ったらどうなんですかね、ちょっと見てみましょう。ちょっと、そうですよね。おー、まだある、埋もれとるかな、マグマが出てる。そうなんですよ。やっぱり、じゃあ、ここ土で塞いでいきますわ。からの、ちょっとこの周り全体的にちょっとどねかしていきたいよね。はい、丸石を削っていきます。そう、いや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 、なんかこのダイヤを見つめながら削る丸石もうすごく苦痛じゃない、すがすがしいというか、すがすがしい。うん、あー、すごい、あー、なんだよこれ、ちょっと待ってこれは僕は初めてですよ。いや、俺もこんなの初めて、初体験。こんな身近にまた、誰かあるって、あれじゃ、ありえない、ありえない。ありえないですよね。にゃ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 。うん。知ってる？いや、わかんないです、ね。あ、マジか。じゃあいい、じゃあいい。すげえ。うおー、1個じゃないんですか？ 1 個じゃない、1個じゃない。露出した1個なだけで、1個じゃない。いやいや、下に続いてる。ちょっと待って、これ。なんか鉄も いっぱいあるし。でこれ調子乗って掘りすぎたらマグマにありますありますあります、漏れてきて、そう漏れてくるパターンがね。ちょっとすごい、そっち側にもある。すげえ、もうなんか和風建築よりもトレジャーハンティングおったな。ねえ、もうすごい、まだありますね。おマジで、ちょっとまたこの鉄掘り終わったら見に行きますわ。はい、せやん、鉄だけでもごっつい会社。うわぁ、なにこれ、これすげえぞ、これこれ、ここから見て、ここから見て、ここから見て、あー、すごい、こっから見て、ここから見て、これ邪魔、これ邪魔、贅沢。いや、これあの、シャンパンタワーみたいなだ、これぞまさしくダイヤのシャンパン、あー、かぼってる、サトチンさんかぼってるの、置いてダイヤのシャンパンタワーだ。おぉ、むっちゃかっこ、くっついてないですもんね。こう見たらくっついてるんですけど、ほら、見える、見えます、見えます、ね。でも、奥行ったら、くっついてないんすよ。すごい。これ何これ、もうよだれ止まらないですね、マジで。いやいやいや。じゃあ、さとしんさん、そっちの奥の方任せますね。わかりました。はい。いや、一気に10個以上ゲットしちゃった。これやばくないっすか。いやいやいや、ちょっと待って。よいしょ。からの、うお。なんかまだまだ出てきそうな気がして、なんかさらに深いっすからね、この洞窟自体は。うん、うん、この辺なんかブランチマイニングしたらすっごいなんか出てきそうな気するんですけどまあそれをやっちゃうとね、うん、ありがたみも忘れてくるんで、うん、って言いつつなんかむちゃくちゃやってたなってまあ自然に見つけるのがやっぱね、ありがたみなんかはね、すごく湧きますよね。自然に露出していたダイヤを見つけると。そう、あ、でも最終的には露出じゃなかったですね、鉄鉱石、まあ、そう、掘ってるうちに見つけたから、ああいう見つけ方もまあ味もあるという。そうです、僕今まであの見つけ方人生何回目かなんですけど、まあ数えるほどですけどね、はい、うん、一番嬉しいパターンやね、あれ、あの出会いがなかったらこの出会いがないみたいなね。おー、うん、なんか人との出会いな感じしません？
そうですね。ね、うん。僕がウームに入らなければサトチンさんとの出会いがないみたいな。ですね。そう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 、そういうことそういうこと。うん。って考えたら一つ一つの出会いがね、感謝ですよね。感謝。ありがとう。感謝の言葉。いやいやいや、なんか言わされてる感あるけど大丈夫。大丈夫。大丈夫です。ね、さてと、まあ、石炭なんかも取っていって、うおすごい。超すげえ。これでもまだまだなんかありそうっすもんね。ですね。こっちは何もないやったっけな。こっちはそっちと繋がってる系かかな。やんね。やんね。これ以上何もない。あ、なさそう、情け。あ、ありがとう、ありがとう。でも俺も押されそうになりましたからね。あー、来た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 。よいしょ。ほんま、鎖鎌でやっつけてーわー。おー、じゃがじゃがいも、じゃがいも。レアドロップっすか。いや、じゃがいもレアドロップですよ。もうでも僕たちはもう村見つけたんでもあれですけどね。どうしようかな。この辺はもう終わったんかな。終わりましたね。はい。はい。ではでは。ちょっと上戻りましょうか、じゃあ。あ、戻ります、上に。なんかすごい片言ですね。戻ります戻りますからの、ちょっとレッドストーン欲しいですね。はい。後々その隠し扉とか作るのにで、あー、危ない。レッドストーン回路なんかも持ち入らせていただこうかなと思いますので、はい、いやもう収穫ありありでしたね。もう豪華でした、ね、豪華豪華絢爛だ。これどこから来たこれ。こっちっすわ、サトシさん、こっちっすわ。はい、マジでこっちっすわ。よいしょ。あー、なんか大阪のおばちゃんみたいなスケルトンいてる。パンチパーマの大阪のおばちゃんみたいな。そう痛い痛い。なんかまだ食らってまだ食らってる。お前かお前か。こんじきしょこんじきしょ。この渓谷ほんまに水がすごい。何がすごいって、ちょっと塞いでいきましょう。登っていきます。登っていきます。登っていきます。いきますいきます。よいしょ。僕も反対側に行きますね。行きます行きます。暗い暗い。松明ってこう置けるんですか。うまい具合に置けるんですか。よいしょ。OK。 僕湧き潰しは松明よ。湧き潰ししてますよ。おーぶねー。湧き潰しじゃないわ。湧き潰しはそれ松明でできるわ。水源潰しですね。水源潰しは松明でしますよ僕は。知ってました。いや僕は石とかで穴埋めタイプ。あ、穴埋めタイプですか。そうか。穴埋めマンデー、サトチンマンデー。あ、でもああ、どうした。あ、大丈夫、大丈夫です。いや水流も一気に下に行くわけじゃなくて、あ、ゆっくりなんで。そうなんですよ。だから結局のところね、流れるようにあの水流も枯れていくんで、はい、うん、急いでなんか退路確保する必要ないんですよ。なるほど。今ちょっと急いで、うん、急いで、そうですよね、退路確保して、それであの、うん、脱出しようとしましてね、それじゃいけません。はい、うん、先生そんなの許しません。ありがとうございます。いや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 、それほどでもねえぞてめえ。わしの名前教えてほしいか。おい、サトチンよ、わしが誰かわかるか。誰なんだい。わしの名前か。石炭じじいじゃ。石炭じじい。石炭じじいじゃ。最近グッチの配信によくお邪魔してての石炭じじいじゃ。さてさらららら、ああパクった。まあいいよ、まあいいよ。あまりサトチン石炭じじいの作業でパクるとかいい時をしとるの。これは石炭じじいのお餅役です。お餅、お餅役、お餅お、うん、お荷物お持ちいたします。昆布餅、昆布餅、昆布餅、昆布餅。うん、あってとっとっと、そんなこんなで、はい、だいぶもう探索し終えてそうやね。これなんか上どうなんやろ。あんまもう深くまで進むようなとこなさそうかなですね。この渓谷のこの何ですか、うん、一直線的なものは終わった感じですね。終わった感じですね。向こう側ないのかな。終わった感じですね。これなんでこれあれなんだ。どうなんでしょう、ね、これあのサトチンさん、ここの水源潰しました。お丸石になってるんだけど、なんで丸石なってるんだこれ。なんででしょうね。お前潰したな。そう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 。あ、あら、あ、行き止まりやから塞いでくれないんや。そうそうですね、なるほど、そういうことか、そういうことか。でこの水源はどうします。ちょっと登ってなんか上どっか足場ないっすか。足場ないっすか。行ってらっしゃい。お、行ってきます。行ってらっしゃい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 。そして、あれ、なんかこれ、なんかおかしくね、これ。あら、これなんか、え、あ、これ帰り道や。あ、来た道ってことね。そうです。あ、じゃあその水源塞がなくていいわ。はい。ちょっと、帰りましょうか。帰りましょうか。さすがになんぼなんでもこれは、もう、俺らが死ぬことの方が大事だ。
分かってる。あ、でも佐々木さんまたこっちありますか。こっちこっちだけ最後行きましょう。ちょっと待ってください、今足を踏み外しました。あら、マジで何もなかった。でも大丈夫よ。大丈夫ですか。大丈夫よ。初めて聞きましたよ。最近言ってませんでした。最近言ってませんでしたか。大丈夫よ。じゃあ言ってくださいよ、佐々木さんも。僕もですか。はい、大丈夫よ。あのビブラートが出ないですね。大丈夫よん、よんって顎振ったら出ますよ。どこおるんすか。あ、おったおったおった、顎振ってますか、佐藤仁さん。顎振ってません。大丈夫よん、大丈夫よん。あ、出てる出てる。むっちゃ出てるかな。だって俺より上手いわ。さてと、とりあえずこの、あ、でも来てよかったっすね。そうですね、僕最悪何もないパターンもありえるかなと思ってたんですけど、あの来てよかったところに騒ぎちゃいますね。ほんまこれはお祭りでした。もうすごいダイヤ祭りやったわ。いやいや、これもう近年まれに見ぬほどのようやったぞ。大丈夫ですか、今ちょっと言えてなかったです。ちょっとベローンってなったよね。グッズの中がベローンベローンってもうなってましたね。来れますか、来れますか。行きます行きます。ついてこれてますか。行けますから。うん、よいしょ。まあ一夜明かして、またベッドは持って帰りましょうか。はい、ああ、はい、モンスいてる、モンスモンス、モンスタースーパー、略してモンス。なるほど。モンス、なるほど。ああ、そっちにやがって。そっちにやがって、まあまあいいでしょう。よしよしよし。ほんなら、ベッド回収して戻りましょうか。はい。うん。